ワイズ軍はアメリカ合衆国バージニア州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万1452人であり、2000年の4万123人から3.3%増加した。州内で大都市圏に入っていない軍としては人口最大である。軍庁所在地はワイズ町であり、同軍で 人口最大の町はビッグストーンギャップ町である。ワイズ軍は1856年にリー軍、スコット軍、ラッセル軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名は当時バージニア州知事を務めていたヘンリー・アレクサンダー・ワイズにちなんで名付けられた。1671年から1685年、チェロキー族インディアンがワイズ軍となった土地を含む地域をフアレー族から奪った。 そこは後に、色恋連邦のシックスネーションや、小人族との争いになった。1786年夏の2日間、クリンチ川の水源で、チェロキー族の主猟部隊が、小人族の一体と戦い、チェロキー族が勝ったが、双方に大きな損失が出た。ワイズ軍となった地域に到達した、最初の白人開拓者は、トマス・ウォーカーとクリストファー・ギストとだったと言われており、 どちらも1750年のことだった。1774年からクリンチ川沿いに、いくつかの砦が建設されたが、1794年に、近マウがチェロキー族指導者、ボブ・ベンジが、開拓者に殺されて初めて、ワイズ軍地域は狩猟のダメだけでも、白人開拓者が入って、安全と考えられるようになった。初期開拓者の中には、1792年頃に、 入植したウィリアム・ウェルズがいた。州の最大警備刑務所が軍内にある。レッド・オーニオン州立刑務所は1998年に開設され、ウォレンズ・リジ州立刑務所は1999年に開設された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は405平方マイルであり、このうち陸地404平方マイル。 水域は1平方マイルで、水域率は0.29%である。ワイズ群はアパラチア山脈の中にあり、ハイノブなど多くの山岳やパウェルバレーがある。ベンジズギャップから見たパウェルバレーの風景以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ワイズ群公共教育学区が群内17の学校を運営しており、 入学児童生徒数は7000人以上である。ワイズ郡教育委員会は、この数年間で高校の統合を検討し、2011年に小さい方から3つの高校を閉鎖し、それぞれ大きな高校3校に統合させた。ワイズ郡クリスチャン学校群内で以下の新聞が発行されている。ラジオ局は、FM5 局、AM2 局から放送している。パウンド川小北支流。 E.M. フルトン帝群内に、ジェファーソン国立の森の大きな部分が入っており、クリンチ川が群内を流れている。これら二つが、アパラチア山脈の中にあることと組み合わされ、アウトドアレクリエーションの多くの機会を提供している。アパラチアントレールをつなぐ多くの歩道があることに加え、ビッグストーンギャップのマイナーズ公園や、アパラチア山脈のルイス・イー・ヘネガー・マイナーズ、 記念公園など多くの公園がある。特徴あるものの中でも、アパラチア山脈に残っていた日の宮蔵の最後のものがあったが2007年10月31日に放火によって破壊された。他にアパラチア湿地のウェットランドエストノアやクリンチガー流域がある。ありがとうございます。